まあ、1年生のうちは、まあ、ごくまれに大人数で行う授業もありますけれども、学年が上がっていくにつれて少人数、まあ、30人とか40人とか多くてもですけど、それぐらいで、受ける授業も多くなってきます。でそうなってくると、まあ、先生方もきめ細やかに教えてくださるので、すごいためになります。実際に就職して企業とかに勤めることになると、設計者としてはまず図面が描けることっていうのが大切になってくるんですけれども、その機械図面を描く練習っていうのを、まあ、実際に図面を定規と鉛筆と持ってやるっていう、その製図と、あとは、パソコンを使って CAD あるんですけれども、 CAD で図面を描くっていう、その2つの練習をします。その他には、まあ、機械を作る上で、それぞれの例えば物の寸法であったり、あるいは物の強度であったり、そういうものを設計するんですけれども、それの練習もします。まあ、パソコンで CAD のソフトを使って、図面を描くときにスムーズに描けるようになったことです。まあ、最初のうちはなかなかうまく描けないんですけれども、要領とかをつかんでくるとスムーズに描けるようになります。まあ、高校生よりも前の時代には、まあ、なんていうか、まあ、何をするにしても割と適当というか楽観的な性格があって、でも大学に入ると、それでは企業に就職してからもですけども、もうそれだけではいけないということが分かってきて、まあ、例えば何かしらの製品を設計するときに、その適当でものを作ってしまったりすると、そのものが壊れてしまったり、あるいはものが壊れてしまったら最悪の場合人が怪我をしてしまったり死んでしまったりするので、そういうことはやって、発生してはいけないので、楽観的な性格ではなくて、今までよりも何でも何かしらの根拠に基づいて理詰めで考えるっていう、そういう習慣が身についたことが、まあ、大学に入ってから進歩したことかなと思います。